ポール・リカール・サーキット、シルキュイ・ポール・リカール、ポール・リカール・サーキットは、フランスの南部、マルセイユ近郊のル・キャステレ村にあるサーキット、リキュールで、名高いペルノ・リカール社を創立した、ポール・リカールの名前が冠されている。プロバンス地方の中心都市マルセイユから、東約 40km、地中海から北に、約 15km の山中に位置する。 なだらかな丘の上にあり、南仏特有の青い空と、日差し、ミストラルと呼ばれる強い北風が特徴。サーキットの建設費を出資した、ポール・リカールの名を冠して1970年4月19日に開業した。四輪では1971年から1990年まで、会一のフランスグランプリの舞台となった。 二輪では1973年から1999年まで、ロードレース世界選手権、現在のモートジッピーが行われたほか、1980年から1999年まで、フランスの人気レース、ボルドール24時間耐久レースが行われた。1999年に、ポール・リカールが死去した後、会一の商業面の最高責任者、バーニー・エクレストンの関連会社、 エクセリス社が経営権を取得。近年の F1 開催サーキットを多く手掛けるヘルマン、ディルケの再設計により、様々なコースレイアウトに変更できるよう大幅な改修が行われ、2002年にポールリカールハイテクテストトックと呼ばれるテスト専用サーキットへと生まれ変わった。ウェットコンディションを人工的に再現する酸水装置も備えており、第一から市販車、レーシングカートまで、 様々な車の走行テストが可能である。2001年にはトヨタと提携し、トヨタの F1 進出プロジェクトのテストを行う前線基地となった。2010年には翌年から会一のタイヤサプライヤーとなるピレリのテストも行われた。2009年にはグランドスタンドなどの観客設備を再整備し、再びシルキュイ・ポール・リカールとして一般に開放。 FIA GT 選手権や、ユーロ界3、ルマンシリーズ、世界ツーリングカー選手権、w t c c フィム世界耐久選手権、ユック、ブランパン GT シリーズなどのレースが多数、開催されている。また、FIA 世界耐久選手権のシーズン開幕を、告げる王道テスト、プロローグが例年行われる。2013年より、ベルギー GP、 スパ・フランコルシャンと各年開催する形で、当地において、海一フランス GP を復活させる計画が進んでいたが、支援を約束していた、サルコジ大統領が2012年の大統領選、落選。公認のオランド大統領が支援を否定し、フランス GP の復活は一時頓挫した。2016年12月5日、東サーキットで2018年から5年間開一。 フランス GP を開催する契約を結んだことが発表され、10年ぶりにフランス GP が復活することになった。ポールリカールでフランス GP を開催するのは1990年以来28年ぶりとなる。プロバンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域県、トゥーロン市、バール県、フランス自動車連盟、フッサが財政的に支援する。 オリジナルのレイアウトは一周約 5.81km、ホームストレートから1コーナーの高速 S 字を抜け、2コーナーの試験員で減速。3コーナー、繊維とボンで折り返し、全長の4割近くを占める 1.8km のミストラルストレート、ミストラルストレートを失走、ほぼ全開で曲がる高速コーナーのシーニュ、シーニアを抜けて2連続右コーナー、防勢、ロセを回り込み、 中低速テクニカルセクションに入る。鋭角の最終コーナーを立ち上がると、ホームストレートに戻る。1986年のテスト中、エリオデアンジェリスが1コーナーでクラッシュし、炎上事故により死亡。それ以降は、前半区間を使わず、ホームストレートエンドから直接、バックストレートの途中へかかるように短縮され、3.813km のショートコースとして利用された。 路面は全体的にフラットでの F1 フランス GP では、空力的に神経質なレートンハウス CG901 がこの路面にマッチし、イヴァン・カペリが優勝目前まで改装した。テストトラックとしては、試験員やショートカットを組み合わせることで、フルコース5861メートルから最短826メートルまで167通りのレイアウトを選択できる。 2018年から復活するフランス GP ではオリジナルに近い 5.842km のロングコースを採用。エンジンが最高回転で回り続けることを避けるため、またはオーバーテイクポイントを増やすため、1.8km のミストラスストレートの途中にある試験を通過する。1コーナーは最もタイトなバージョンが使用される。DRS ゾーンは ホームストレートとミストラルストレート前半の2区間に設けられる。フィム世界耐久選手権のボルドール24時間耐久レースでは、ミストラルストレートに試験員を置かない 5.791km のレイアウトを使用しており、2輪でも最高速度時速 340km を記録する。サーキット周囲には走路に平行な島模様が描かれており、 ポールリカールサーキットの代名詞ともなっている。これは摩擦力が大きくなるようなコートされたものであり、コート箇所は青、または赤に色付けされている。このコートがグラベルやグリーンの代替として使用されることにより、従来のグラベルでは困難であった、侵入後の車両の制御や復帰が容易になると同に、グリーンのような維持コストが不要となった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。